うちは今年で創業301年目でございまして、創業したのが江戸時代ですね。江戸時代の徳川将軍八代将軍の吉宗公の時代でございます。それからずっと301年間ですね、京都にて京料理の店をさせていただきまして、でその301年目前の由来は秋田佐竹家のね、大名の末裔なんですけども、そこからずっと京都に来たっていうのがうちの由来でございます。富山より移築した合掌造りの上質な空間、花両サイドから光が差し込む雪、竹林に囲まれた数寄屋造りの本館、四季の移ろいを感じる松重ね、ヒノキ舞台が印象的な華やかな大広間七重、趣のある美しい空間が広がります。お越しいただいたら、その京都の文化をこう味わっていただきたいという、例えばうち接客さんも全て着物でサービスさせてもらってまして、調理はもう全員正社員の板前でやっておりますので、全員こう板場修行を積んだものがプロフェッショナルの集団でね、させていただくというのが最大の特徴でありますので、ですからもう本当にどれだけ手間かけられるかっていうね、そういったことでいろいろとやっておりまして、あと一方で新郎新婦様のね故郷の食材とかね、そういうのを取り入れたりとかして、あと大きいお部屋での料理演出とかね、なんかそういったことがすごい現在は好評いただいております。1年後とかに来てもらえるんですよね。で、1年前非常に良かったです言われたらもう本当に嬉しいので、だからそれが僕の中で満点かなっていう、なんかやっぱりその結婚した場所ってこう残るもんですよね。1年後、結婚の記念日とかあったら、あ、そういえばあそこで結婚式と披露宴あげたし、あそこ行こうかっていう、でないっていうのは結構残念なんですけど、あったらすごい、やっぱりその辺はやっぱりこだわりでね、すごく10年後20年後とかでもね、やっぱりパッと思いつくのはやっぱり思い出のところですよね、やっぱり、はい。京都の文化が凝縮されたこの場所で、思い思いにゆったりとしたひとときをお過ごしください。